はい、ヨイタのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらですね、県章って皆さんご存知でしょうか。県のマークですね、都道府県のこう、定められているマークなのですが、こちらをモチーフにしたこう面白い記事が出ていましたので、ツイートと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら、ネトラボからですね、47都道県の県章を仮面ライダーにアレンジ、各地の特色を宿した空想ヒーローに全国特撮ファン大盛り上がりとありますね。こんな感じです。これですね、記事を読みます。47都道府県に定められた県章から仮面ライダーの座にする試みが大きな反響を呼んでいます。基本的には県章のままなのにしっかりライダーに見えるのだからすごいということですね。こんな感じです。もともとこのザギザギさんという方が、デザインしたものなんですけど、こちらがこう人気になっているということで、このネトラボさんが、取り上げています。記事を読んでいきます。これですね、こんな感じですね。はい、でツイッターユーザーのザギザギさんが、岡山県章とライダーズクレスト、は似ていると気づいて始めた企画、県章をライダーズクレストに見立て、そこから逆算してライダーをデザインするとどうなるかとの興味から描いたといいます。こんな感じですね、こういう感じだったんです。どのデザインも県章をモチーフにして口やアンテナなどを加えてライダーらしく仕上げられています。角が生ハゲの包丁の形の秋田県や、カステラのような黄色と茶のラインが入った長崎など、各地の特色が盛り込まれているものも、仮面ライダーの美濃や石森章太郎さんの出生地である宮城は仮面ライダー第1号にも寄せたデザインとなっています。どれも巧みにモチーフをマスクへと落とし込んでいる。言われてみると岡山県章ってカイザーに似ている。秋田県章は兜っぽくて良いだろうと作品は大好評。出身地のライダーが学校で嬉しいと喜ぶ声も多数見られます。ということなんですね。なお県章の使用には本来申請が必要なため、ザギザギさんはこのデザインを県章を引用した非公式に創作として公開しています。無断転載、営利目的での利用は禁止し、自身においても今後何らかの問題が生じた場合には、公開を停止する可能性があるとのことです。こんな感じですね。はい。次のページから詳細が出ています。ザギザギさんのツイートもこんな感じで出ていますね。こういう感じでいろいろ各都道府県に関するこの、細かなこう解説とか、そういったものをこういう感じでツイートに、掲載しています。その他こうピクシブなどにも掲載、詳しいこうピクシブなど私見たんですけど、もうちょっと下の方に行きますと、これですね、こんな感じ、こちらでこの動画も、掲載されていますし、ピクシブなどではもうちょっと詳しい解説といいますか説明なども掲載されていました。こんな感じですね。こちらは島根と愛媛の、制作動画ですね。こんな感じになっています。これはこんな感じで、ザギザギさんこんな感じですか。こういう感じになっています。で先ほどの、ネトラボに戻りますと、ちょっとこちらまで時間かかりますか。はい、こんな感じですね。で、まとめとかそういった感じも出ています。こんな感じで、動画なども、もうこちら私も見たんですけど、制作の、かなりこう、尺を短くしたんですけど、動画などもこんな感じで公開されています。でこういう感じでかなり、多くの方からこうリツイートですとか、返答なども寄せられていますね。かなり人気になっているなということがわかりますね。こういう感じですね。ですから、検証、ゆるキャラですね、各地の、全国各地のゆるキャラもあるんですけど、検証っていう、こう、ちょっと、これまで注目されていなかったものに着目して、さらに、ライダーというものを、こう、加えたことで、ちょっと他の人が盲点になっていて、以前似たようなものでは、国旗を擬人化したというものもありましたけど、そういったものと、類似といえば類似なんですが、ちょっと視点を変えてれば視点変えたところもありますので、なかなかこの着目ポイントといいますか、その着眼点のさ、面白いなというふうに思いますね。こんな感じです。ですから、例えばこれですね、栃木かなり苦心した一体ですと、こんな感じで、大きめのこのホログラム表示風になっていたということですね。で、北海道は、これが、北海道はリンゴです。こんな感じでずっと行っていきますと、こういう感じですね。例えばこういう感じで、これ愛知県ならなんかこれ、評判良かったみたいですね。で、これは京都はこのかんざしの飾りをこういう感じでモチーフにしてあります。こういう感じになってますね。で、47都道府県が出ているもって、こういう感じなんです。これですね、ピクシブにも投稿しました。こちらで、ここでは語りきれなかった47都道府県全ての解説を載せているので、こちらもぜひということで、ぜひピクシブの方も見てほしいなというふうに思います。こういう感じになってますね。ちょっと
なかなかネトラボ出ます。まあ、こういう感じで、出ていますね。記事のありましたので、検証そのものもやっぱり、まあ、一生、登録商標なんていうか、一生ということがありまして、仮面ライダー自体もおそらく石森プロダクションですとか、テレビ局とか、もしくは映画会社ですか、そういったところが権利関係持っていると思いますが、なかなかその権利関係難しいとは思うんですけど、なんかちょっと相手はそのものも面白いので、このままちょっと権利関係で揉めて、閉鎖してしまうのは惜しいなと思います。なんだかこう関係者の方、着目していただいて、無償で無制限に使うというのは難しいかもしれませんけど、ぜひこれだけでもちょっと残しておけ、おいてもらえたらなというふうには思います。なかなか難しいですね。こんな感じ、こういう感じになってますね。ですからライダーっぽいこのゆるキャラっていうのもやっぱりありますから、これですか。でそういった意味でもこうなんかこうせっかくできたんですが、こう生かしてぜひこの一覧ページだけでも残しておいてほしいなというふうには思います。はい、こちらネットラップの記事ですね。こちらの、ザギザギさんのツイートですか、概要欄にリンクを貼ってきますので、興味があればクリックして読んでいただいて、応援というのも難しいかもしれませんけど、ぜひ、応援してもらえたらなというふうには思います。はい、今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。